モデルさんが冷えとむくみが結構終わりだったので、足のヒートジェルを使ってトリートメントを行います。ポカポカスリミングですね。ね、はい。仙骨のところと肩甲骨の間のところ。ちょっと熱すぎたりあったら言ってください。はい。ではまずマシュタオルで足温めますね。はい、今度大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。すごい気持ちいい。そうですね、蒸しタオル気持ちいいですよね。温めながらだと指もあんまり痛くないじゃないですか。いや、全然痛くないです。はい。びっくり。はい。乾燥肌にもね、いいですからね、トリートメントすると。特に不調なのは左ですよね。そうですね。ちょっとつぶつぶ入ったやつなんですけど、はい、やっていくうちになくなります。くすぐったくはないですかね。大丈夫です。はい。いかがですかね、感触は。はい。やっぱりこの血管が見えるのとかで、うん、こう血の質が良くないので、まあ、乾燥肌とかもあるので単純にこう お肌の色味というよりかなんかちょっと透明感が弱いのかなという感じですね。うん、ちょっとまあ冷えるっていうのは腎臓がやっぱり一番ダメージ受けるところなんですよ。うん、うん、なのでやっぱりちょっとさっきもね胃潰瘍になったことがあるっていうのお話ありましたけど、うん、ちょっと内臓の不調とこう関連して出てるコリだったりとか、うん、まあ、肌の状態なんじゃないかなと思うんですよね。すごいですね。はい。うん、そうですね。今ストレスを感じやすいんですもんね。うん。まあ、今に越したこともなく、もともともなんかずっとなので、うん。
肩こりとかも本当小学生からずっとあるんですよ。小学生から、うん、はあ。なんかメガネもかけてて、あ、小学校目も悪くなっちゃったんですか。そうです、4、5年生ぐらいからずっとかけてて、当時まだメガネが発達してなくて結構太いのつけてたんですよ、ね、はい、はーはー、重いですよね。いや、そうなんですよ、体育の時も、メガネに全部つけて、はいはい、後ろにね、そうはいはいはい、あれつけて、出たりしてたんで、常に肩は凝ってて、なるほど。なんかちょっと想像つかないですね。そう、イケてない女子な感じが想像つかないですね。いや、かなりイケてなかったですね、今とはだいぶ違う感じ違いますよね。そしたらね、でもじゃあ結構頑張って運動もやってたってことですね。いや、そうですね。ね、一時期はずっと、ジム行ったりとかしてたので、でも元は体を動かすの好きなんで、はい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 、運動得意そうですもんね。なんか仕事が忙しくなってくると全く運動ができなくなってきちゃって、まあ、せめて早朝にちょっと走るとかそんな部分ですね。今走ってらっしゃるんですか。その2週間に1、はい、2回ぐらいは走ってます。どのくらい走るんですか。いや、でも40分ぐらいですかね。あ、でも結構ありますよね、40分走るって。まあでも、なんか散歩がてらというか、歩きたり走ったり。ああ、ずっと走る感じじゃなくて。そうですね。あ、軽めに走るって感じなんですね。それでないと朝バテちゃったらもう、お昼から使えなくなる。そうですよね。そこで本気出しちゃったらまずいですもんね。でもなんかお体見てると状態良くないのに、そんな走ると腰痛くなったりしませんか。そうなんですよ、だからあんまりこう平気で走らないよね。ああ、抑えながら、うん、あとなんか晴れの日に外にこう見ると、はいはい、なんか気持ちがだいぶ違うので、ああ、まあそうですね、気分的にリフレッシュにはなりますよね。なんかすぐ仕事に行かなくていいっていう感じが、はいはいはい、結構好きで。なるほど。力加減とかいかがですか。大丈夫です、はい、もっと強くてもプラスに伸びていきます。はい、よいしょ。足首がこうだいぶ落ちるようになってきましたよね。あの、さっきすごい硬くて、かなりこういう感じだったんですけど、
今だいぶまっすぐになってますよね、はい、そのこんなには、ま、内側に入らないのが自然っていう風に自然に置いた時にこういう感じですよね、はあ、最初こういう風にされてたんですけども、まあ、今自然に置くとまあこんなぐらいっていう状態ですね。結構左右差がありますよね。右足の方が伸びてますね、はい、左足を行っていきますね。多分その走ったり歩いたりがあっても指先だったりとか足首だったりとかが、まあ、あのいい連動をしてなくて、あの膝裏とかもこうちゃんとの伸びるっていう風になりにくいんだと思うんですよね。だからあの動いたりしてる割には足のむくみがなかなか取れないとか冷えるということになってくるんじゃないかなと思うんですね。あと、まあ、お食事も合成添加物とかは避けていただいて。例えば何ですか？はい、例えば何ですか？あ、まあ、あの和食ですよね、簡単に言ったら、うんうん、はい、お味噌汁とかお魚とかお芋の煮たのとか、うん、食事は気をつけてらっしゃるんですか？そうですね、ええ、なんかあまり量を食べないので、ええ、はい、なんかできるだけその何ですか、炊き込みご飯とか、おお、あ、一緒に同時に食べれるような、はいはいはい、量、うん、品目取れるような、そう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 、はいはいはい、まあ、あとはもうこういうふうに出てきてるっていうことはある程度もう便が壊れちゃったりしてるっていうことになるんですよ、うんうん、なのでまあ、無理しないで、うんうん、ちょっと疲れたら足高く上げて休むとか、うんうん、まあ、あとは着圧のソックスとかストッキングを履くとかいう形でサポートをするっていうことですかね。靴なんかもまあなるべく自分の足に合ったものを履くとか、そういうことが大事になりますね、はい、あと指先の運動したりとかですね、指がやっぱりすごい硬いので足あんまりその要するに細かい部分が動いてないと思うんですね。その辺 の, ちょっと工夫というか意識でやっていただくといいのかなと思います。そうですね、左の方がやっぱり見た目にも動き的にも状態が良くないですもんね。こういうふうに動きが悪いですか？大丈夫ですか？はい。やっぱこうちょっとに握るのできますか？足指を。足指グッと。はい。やっぱこうグッと、もうちょっとグッといきます？ギューッと。この拳がちょっとやっぱり弱いっていうか、ここがまだ伸びてるんですね。もっと根元から曲げられるといいんですけど、できないですよね。でやっぱりちょっとこう指の動き悪くなっちゃってるので、そうですね。ちょっとやはりちょっとこうして痛いんですけど、自分の手で補助して根元から曲げていただく。っていうのもまあ冷え改善とか足の疲れの予防解消のために大事ですかね。血の質を良くするがためにも、はい、あとこの足の指の間をよく擦る、これも血の質を良くするのにいいですね。痛いですね。めっちゃ痛かったです。はい、詰まってると痛いんで、
この辺だけとかやる方多いんですけど、自分でやる場合ってこうふくらはぎとか、うんうん、足裏もこの辺だけとか、指が結構ないがしろにされてるんで、指だすごい大事なんですよ。指ができてるかどうかで結果が変わってきますね。指やると結構汗もどんどん出てくるんですよ。硬いですね、その外側が。冷えが強いですね。そうですね。温まりにくいですね。硬いですよね、これ。ここ痛いですよね、うん、ここ。足の色はでもすごい変わってきましたね。そうですか。真っ白っぽかったのが、あの赤みのグラデーションが出てきてますね、今は。これでちょっと左足も伸びましたね。針が出てきた感じですね。
蒸しタオルで温めますね。ふくらはぎ柔らかくなりましたね。うん、だいぶ、はい、やっぱりさっきより足の色もね、明るくなったように感じますね。わかりました。はい、血の血行が良くなると温まってくると、それだけで肌の色って明るくなるので、こうやって指の間を乾いた布で擦るのもとってもいいですよ。はい、最後にこの暖かくなったのを逃さないためと、まだ冷えが残ってる部分をもうちょっと温めるためにですね、拭き取り不要の温熱ジェルを塗布しますね。暖かく感じますよ。肌もしっとりしますからね。ここ加藤のところ骨盤なので、腰良くない方痛いです。はい、反対足も行いますね。いつも冷えてるので、太ももはセロライトができてしまってますね。ジャリジャリ、ガリガリ言ってますもんね。よくないですね。すみません。痛かったですね。暴れちゃいました、ね、はい、こういう感じで、はい、以上ですね。はい、ありがとうございます。どうでしたか？めっちゃ気持ちよかったです。なんか途中寝そうでした。寝そうでした。はい、あ、すごい、ここ、はい、ここなんかこう、はい、ここすごい、はい、あ、すっくりしましたよね、うん、はい、そうなんですよ。やっぱりさっきはね、このぼやっとしてる感じだったんですけど、うん、ちょっとアキレス腱がはっきり出てきたのと、足の色とかもちょっとあんまり普段意識して見てないかもしれないですけど、ピンク色なの、うん、わかりますか？最初はすごい真っ白だったんですよ、うん、足にほとんどグラデーションがない感じで、でも今だとこうちょっと足に色がついてきて健康的なお色ですね、はい、最初に比べるとやっぱりワントーン明るくなった感じで、うん、柔らかさがとにかくよく出てるのがわかると思いますよ、うん、はい、ありがとうございます。